去年10月、大規模な土砂災害に見舞われた伊豆大島で、今日から椿まつりが始まりました。大島椿まつりは島にある300万本の椿が見ごろとなるこの時期に毎年開かれる伊豆大島最大の観光行事で、今年し59回目です。台風26号による土石流災害に見舞われた大島町では、今回の椿まつりを、 被災から立ち上がり、地域再建と主要産業である観光の復興を目的として行うことにしました。祭りを主催する大島観光協会は？多くの人に島に来ていただき、住民との観光交流を通して椿の島の復興への後、押しをしてほしいとしています。椿ま祭りは3月23日まで開かれています。